オードンはこの森に入っていったみたいだね。そうみたいね。ひどすぎるよ。強盗に入っておばあちゃんを殺しちゃうなんてさ。そんな悪い奴を野放しにしてたら、みんなも安心して暮らせない。俺が。どうしたの、ミゼラ。カナタは、いつもまっすぐで正しいね。私には分かってたよ。カナ、ありがとう。とにかく、今は急いでゴードンを見つけよう。ここは魔物もいるし、気をつけながら進まなきゃ。いつだって私は、カナタの後ろについていくよ。切り開いてみせる。ミゼラ、俺の後ろに。うん、そうするね。はっ、貫き返せ、イグナイトピラー。どけ。これでもか。くらえ。癒しの余熱シーターエイド電子ショック。剣を吠えろ、ライジンストーン氷河。さあ行こう。これもか。全身電撃秋ざだめ。これでどう。こっちで行くよ。後悔じゃない。咲き乱れる知らぬいのごとく、他の命をほふりし効果。綺麗ね、ブリムベールロンド。やれやれ、片付いたみたいね。もう逃げられないぞ。お前を捕まえて騎士団に引き渡す。待って、カナタ、何か聞こえる。これは魔物の声。なんだよこいつ。こんなやつ初めて見る。まさかこいつがクレス先生の言ってた。カナタ、来るよ。俺がみんなを守ってあげる。まだまだ。出た。なんだ今の攻撃。やっぱりクレス先生の言ってた森の主ってこいつのことなの。マジン剣。カナタ無事か。あなたは。立てるなら立ちなさい。無理ならおとなしく寝ていて。一緒に戦ってくれる。いや、
やれます。そうか、なら油断するな。行くぞ。はっ、ヘッドショット。追う必要はない。ここまでだな。どなたか知りませんが、助けてくれてありがとうございました。でもどうして。君たちは悪い人間には見えない。強いて言うなら理由はそれだけだ。勝手に面倒ごとに飛び込まれて、こっちはいい迷惑だけど。不満なら無理に私に付き合わなくとも構わないぞ。冗談でしょ。私はあんたから決して目を離さない。理由をつけて逃げられるとは思わないことね。そうだったな。あの、ああすまない、こちらの話だ。自己紹介がまだだったな。私はミラ、彼女はベルベットだ。カナタです。彼女はミゼラ。この辺りの人じゃないですよね。二人はどうしてこんなところに。探しているやつがいてな。しかし見失ってしまったようだ。迷っちゃったんですか。よく見ると服もみすぼらしいし困ってるんですね。かわいそうに。よし、俺が何とかしてあげますよ。何あんた。何ですか。よせ、ベルベット。それよりカナタ。何ミゼラ。ゴードンが。あ、いない。逃げられたのか。魔物と戦ってる隙に。どうしよう。おーい、ミゼラー。あとカナタ。ナッシュ。話も聞かずにさっさと飛び出すなよカナタ。いい格好しようとしちゃってさ。ナッシュ、何かよ。追いかける必要なんてないんだよ。ゴードンがばあさんを殴ったところ、俺のビジョンオーブにしっかり映してあるんだ。罪の投影か。このビジョンを世界中の奴らに転映すれば。見ろよ、ビジョンセントラルに新しい投影が。こいつ隣町のゴードンじゃないか。ばあさんになんてひどいことを。許せないな。なんだ俺のビジョンオーブが。頭に響くこの声は。なんてひどいこと。おばあさん相手にうますぎる。こんな悪人は裁かれるべきだ。いなくなっちゃえばいいのに。消えろよ悪人。消えちゃえ。消えろ、消えろ。な
んだこれ。な。ゴードンの声だ。行ってみよう。私たちも行くぞ。本当、勝手なやつね。ゴードン。腕に紋章が。あれが罪の刻印か。初めて見た。罪を犯し、みんなが執行を願った。それなら、うん、ゴードンはトガ人になったんだ。まさか、俺が。トガ人、トガ人だ。ってことは、来るんじゃないの？あれが。やっぱり来てくれた。正義の使者、執行者だ。初めて見た。あれが執行者なのか。すごい、正義の執行者だ。うわ、かっこいいな。強そうだな。罪を犯したトガ人を裁きに来たんだよね。ゴードンはもう終わりだね。やめてくれ、やめてくれよ。わざとじゃねえんだって。殺すつもりなんてなかった。だから許してくれよ。ゴードンに触れた瞬間にスッと消えちまった。どこ行ったんだ。すごい、一瞬でトガ人を消しちゃった。これが執行なんだね。よかったね、ミゼラ。これで悪い奴はいなくなったよ。そうだね。おい、ゴードンの奴は執行されたみたいだね。誤解してすまなかったな、ナッシュ。はん。それよりカナタ君、今ちょうど連絡があってね。コーディさんが近くまで戻ってきているらしい。父さんが？やった。多分森を抜けた先にいるだろう。じゃあ俺迎えに行ってきます。ミゼラとナシも行こう。うん、わかった。大丈夫。待てよ、帰る。炎よ燃え上がれ。連覇旋風陣。貫く耐えて、イグナイトピラー。雷雲よ、刃となりて必要と貫け。アンダーブレード。全身電撃あっさだめ。さあ行こう。限界を超える剣を吠えろ。雷神ストーン氷河、癒しの余熱シーサーエイド、ブルーライジン。来た来た。俺様に見とれるなよ。マジンケン、俺様の本気見せてやるよ。クライナータイミングバインド。これで、そこで本気で行くよ。後悔なさい。咲き乱れる知らぬいのごとく、他の命をほふりし効果。綺麗ね、ブリムベールロ。
はどうして戦わないの？カナタが守ってくれるから。でもさ、ミゼラってカナタより全然強いじゃん。ぶっちゃけ守ってもらう必要なくない？え？そうなの？ミゼラ、そんなことないよ。私はいつだってカナタに助けてもらってる。そうだよね。安心してミゼラ、君のことはちゃんと俺が守るから。うん、ありがとうナッシュ。はい。余計なこと言ってごめんなさい。どうしたベルベット？まさか。ええ、どうやらいたみたい。呼ばれてるわ、この腕が。どうかしたんですか？探し物が見つかったようだ。ここでお別れだな、カナタ、ミゼラ。え、そうですか。カナタを助けてくれてありがとうございました。俺の家この先にあるんです。もしまた困ったことがあったらいつでも寄ってください。何でも力になってあげますよ。あんた、その言い方なんとかならないの？え、何がですか？よせベルベット、ありがとうカナタ。好意だけ受け取っておこう。さっさと行くわよ。あ、さらばだ。縁があったらまた会おう。ええ、また。さようなら。かなり近いわ。この腕が薄いてる。同類が近くにいるってね。あまり無理はするなベルベット、その腕に頼りすぎるのも危険だ。あんたがそれを言うの？確かに最初のうちは腕に体中の力を吸い尽くされるような感覚もあったけど、今はそれもコントロールできる。こいつはなすべきことをなすために私に必要な力よ。あんたのおかげで手に入れた。そうか、私に向けた君の感情は至極当然のものだ。だから私も逃げるつもりはない。しかし今この時は仲間として背中を預けてほしい。使命を果たすために。分かってるわよ、言ったでしょ、あんたが使命を果たすのを手伝うって。その中で見極めさせてもらうわ、あんたを。ああ、そうしてくれ。そして私が使命を果たし終えたその時は。その時は。すごかったな、かっこよかったな執行者。罪を犯した人間の様子を転映するとあちこちの村や町にあるビジョンセントラルに映し出されて、それを見た世界中のみんなが執行を願う。そうして多くの人が執行を願えば、そいつはトガ人となって執行者に裁かれる。やっぱりビジョンオーブって素晴らしいものだね。ゴードンは執行者と一緒に消えちゃったね。ええ、どこへ行ってしまったのかしら。そんなのどうだっていいじゃないか、ゴードンは罪を犯したトガ人なんだから。そうだけど、完全に消えちゃうっていうのはやっぱり少し怖い気がするの。何を怖がることあるのさミゼラ。裁かれるのは悪い人間だけだよ、ミゼラには関係ない。そうね、だけどもし罪を犯すような悪い人間はいなくなって当然さ。そうだね、カナタの言う通りだね。この世界には悪い人間を裁くビジョンオーブがある。そして父さんみたいな立派な大人もいる。だから不安に思うことなんて何もないんだ。Thank you.
父さん。おお、カナタか。迎えに来てくれたんだな。ミゼラとナッシュも一緒か。元気にしていたかい？はい。ナッシュはよくいたずらをするからな。村のみんなに迷惑をかけなかったか心配だよ。かけてません。事件があったんだけど、ナッシュは何も悪くないんだ。ミゼラと一緒によく小さい子たちの面倒を見ていたよ。そうか、立派にやっていたんだな。それは良かったよ。村の皆さんもわざわざ出迎えてくれてありがとう。農業や漁で毎日忙しいというのに。いえいえ、コーディさんのやっていることに比べたら俺たちなんて全然。なかなかできることじゃないですよ。身寄りのない子供を引き取って育て、その上わざわざ世界中を旅して里親まで探してあげるなんて。カナタ君、君のお父さんは本当に立派な人なんだよ。はい、俺の自慢の父さんです。そう言われると照れてしまうな。父さん、今回の旅は長かったね。誰かいい人は見つかったの？ああ、とてもいい人と出会えたんだ。ここにミゼラが来てくれたのはちょうどよかった。え、それって？ミゼラ、君を引き取りたいという人が見つかったよ。そうですか。よかったじゃないか、ミゼラ。おめでとう。うん、ありがとう。早速明日の朝迎えに来てくれることになったよ。裕福でとても優しくいい人だよ。きっとミゼラを大切にしてくれるはずだ。そっか、ミゼラが。カナタ、お願いがあるの。どうしたの、ミゼラ。一緒にあの場所に行かない？私がここにいられるうちにもう一度だけでも。あの場所ってどこだかわからないが、言ってあげなさい、カナタ。最後になるかもしれないんだから。そうだね。ありがとう、父さん。じゃあ行こうか、ミゼラ。うん。